約 -23、約 -23 は、ソ連のヤコブレフ設計局で開発された、多用途戦闘機。DOD が割り当てた、コードネームは、タイプ28。約 -23 は、約 -15 シリーズの完成型として開発された。機体構造は、レシプロ戦闘機の約 -3 のほとんどそのままで、あった約 -17 までの機体から全面的に、 変更され、エンジン搭載方式が同じため外見は似たように見えるが、実際には全くの新型機と言ってよかった。約 -23 は、アレーザイ -6 系無線機、アルピコ -10M 無線方位系、SCH-3 的味方識別装置など、当時のソ連としては先進的な機器を搭載していた。また、武装は当初はそれまでの2 3ト、mm、ル機関砲、 NS-23 であったが、後には新型で信頼性と性能により優れた NR-23 に変更された。約 -23 は1947年に初飛行を果たし、その後設計局内の約 -17、約 -19 との比較試験を受けた。 総合的に優れた成績を収めた約マイナス -23 は設計局の代表機として空軍への採用へ向けた取り組みに入った。しかし約、約マイナス -23 にとっては不幸なことに革新的な後退翼を持った高性能キミックマイナス -15 が開発に成功したため約、約マイナス -23 は優れた基本性能を持ちながら保険の役割に甘んじることとなった。 結局ミックマイナス -15 は大成功を収めたため保険は不要になり生産数はミックマイナス -15 と比べてはるかに少ない数に止まった。福座教育訓練機型の約マイナス -23 うちも開発されたがそもそもの戦闘機型の生産数が少なかったためにこの機体の生産数も限られることとなった。約マイナス -23 は 生産数は限られたものの海外へも輸出された。約 -23 は、チェコスロバキア、ブルガリア、ポーランド、ハンガリー、アルバニア、中華人民共和国で運用された。特に、チェコスロバキアでは、約 -23 が S-101 の名のもとに、ライセンス生産された。エンジンも RD-500 のライセンス生産型が、搭載され、S-101 は、 戦争直後に目262を残された生産ラインと資材で、組み立てた S-92 を除けば、同国発の自国製ジェット機となった。なお、その他に、ユーゴスラビアでも1機の約 -23 が、運用されているが、これは1953年7月24日に、ルーマニアから捕獲したものであった。この機体は後に整備試験された上で、アメリカ合衆国へ送られた。 当時、ユーゴスラビアは独自路線を貫いたためソ連政権との間に対立を抱えており、その一方で西側からの機材の援助を受けていた。アメリカへ送られた機体は、同国で厳密な試験を受けた。兵器としては、必ずしも成功を収めたとは言い難い約 -23 であったが、二つの世界記録を残している。1957年、 ポーランドの約 -23 は、高度3000メートルまでの到達時間119秒、高度6000メートルまでの到達時間197秒の記録を達成した。この記録は、約 -23 の優れた上昇力の証明となった。なお、約 -23 は、高度5000メートルまでは2.3分、1万メートルまでは6.2分の上昇力を持っていた。 国内対抗期、ありがとうございます。